はい、ウイコレ2022福袋、こちらやっていきたいと思います。前回、前々回までで8回目まで終了いたしまして、ラストパート3では9回目、そして、レジェンド確定10回目、こちらの2回を引いていきたいと思います。で、特にパート2、前回のね、回でリバウド、なんとゲットしました。こちらレジェンド 10% の中から出てきてくれました。そして、ハリケーン。これはね、個人的に非常に嬉しかった、カードですね。まあ、グレード105の、レギュラーじゃなくてナショナルのね、カードではあるんですけども、非常にありがたい1枚。ね、センターフォワード欲しかったんで、すげえ嬉しい1枚でした。ということで、ついにね、ラスト回となります。今回、9回目、10回目、行ってみたいと思います。今のところね、欲しいロナウジーニは出ておりません。レジェンドの中ではね、4番目に欲しかったリバードが出たんですが、それでもね、やっぱり出てくれるっていうのは非常に嬉しかったです。ということで、9回目行ってみましょう。さあ、金旗なしでね、リバード出てくれたんでね、今回はね、9回目に関しては出ませんでしたが、ラストね、金旗、期待しましょう。ということで、9回目行きましょう。さあ、どうだ？まあ、ここはね、特に何もないんで、星5確定だけなんで、運はね、すべて最後の5回目じゃなくて、10回目に回していただきたいところ。まあ、ここはね、出なくてもいいです。割り切ってね。はい。さあ、グレードは順調に、おー、上がってきましたね。星4来ましたね。さあ、残りは3枚。さあ、上がらない。上がらない。さあ、ラスト2枚。もう上がらない。ということで、星5は1枚ですね。ラスト1枚だけです。はい。さあ、100超えるか。超えないね、これね。はい。はい。星5選手はこちら。ジョアン・カンセロ。サイドはね、ちょっといらないかな。はい。ということになりました。さあ、ということで、最後ですね。ウイコレ2022福袋、非常にね、紙ですね。すいません。はい。ということで、最後10回目ですね。ついに来ました。行きましょうか。こちらで、レジェンド確定です。さあ、レジェンド確定ってことは、金旗確定か。ですね、多分ね。はい。それでは、ロナウジーニョ、来てくれ頼む。さあ、金旗で、はい。できれば、星5ね、まあ、複数枚、レジェンド以外でね、あればいいんですけど、まあ1枚だけですね。いいでしょう。はい。さあ、これが最後。まあ、これ以上はね、多分このガチャは引くことはもうないと思うので、最後ね、誰かな、楽しみですけど。はい。おお、さあ、8枚目で星4、ラスト2枚、上がらない。はい。ということで、はい、2022年最初の、ガチャにして最大のガチャかもしれません。行きましょう。最後、はい、ロナウジーニョグレード何本だっけ、忘れたけど、マラドーナー。はい、いいでしょう。はい、マラドーナーね、2番目に欲しかったカードではあります。ということで、私のレジェンド確定はマラドーナ、そしてね、リバウドとなりました。まあ、2枚出ただけ、そしてハリー・ケインもねゲットできたので、まあ悪くないかな、うん、と思っております。はい。ということで、これにてウイコレ2022福袋おしまいとなります。ちなみにね、2周目見てみますかね、どんな感じか。2周目は戻って繰り返しか。あ、ですね。はい。ちなみに PB に関しては1500ちょいね、余ってますね。まあ、何回か引ける分はありますけども、まあ、何かのね、確定で出るよっていう時に、またね、貯めておこうかなと思います。だいぶ貯めたよ、頑張って。はい。ということで、ウイコレ動画ね、3本連続福袋になっちゃいましたけども、ここまでご視聴どうもありがとうございました。次回はね、J クラのガチャ行きたいと思います。J クラはね、一気に使いますよ。はい、ということで、もしよかったらチャンネル登録などね、していただけると嬉しいです。それではまた会いましょう。さようなら。